どうもロシングルです。ラビナスデビル続きをやっていきましょう。アップグレードから、もういよいよ設備に時間をかけられなくなってきてる気がするんだが、テーブルをやるしかないか。じゃあテーブルをもう一個やっちゃおうか。ついに人を喰らう人、ロック解除オープン。どうなるかな。まあ、ジンの樽があるんでね、何かあってもとりあえずテーブル席のお客さんはストレスをためずに提供できるんじゃないかなと思います。問題は服側がね、人がいっぱい来てくれたらいいんですけれども。さあ採寸、違うか、服か。採寸来てくれ、採寸。まあまずはね、テイクアウトをどんどん買ってもらって。うわすげえ来るじゃん、全員テイクアウトか。店内飲食じゃないだと、すごい。あ、店内飲食一人来ましたね。さあじゃあ急いでこの人をやっちゃって、よいしょで急いでコンポストに持ってきましょう。注文は小麦粉とウインナーだね。アメリカンドッグ的なやつかな。さあコンポストに入れて洗いましょう。おっとテーブル席もう一人来ちゃったね。何の注文だろうね。うーわ次レストランシミュレーターみたいになってきちゃった。レストランシミュレーターだよ。ウィンナーは提供、ひき肉、ただのひき肉か、めっちゃ楽だな。でトマト、超楽勝じゃん。まずはこれを持って、うわー4テーブル埋まっちゃった。そして縫っといて。さあミートボールも好き見てにゃんこ撫でたい、ネズミの肉が欲しい。さあ肉を焼いただけのハンバーグを提供完了かな。おい少々マッチを、服が一着もないぞ。はいで服をよいしょ縫っといて、大丈夫全然間に合う。テイクアウトのスピードがやばい、なくなりそう。ミートボール、あミートボールね、ミートボールが2、あ1個で済みました。はいでトマト、急げ。やべえテーブル4つになるだけでこんなんなるの、材料が足りないよ正直。このままでは猫撫でて、これ間に合いそうだな。服がギリギリ1着作ってありました。オッケー、よしトルソーに着せて、間に合うね、なんとかなりそう。オッケー素晴らしい。ひき肉とウィンナーをセッティングしておきましょうか。一応お、ジンを提供したようですね。ストレスをゼロにしたようです。おっとちょっと待ってね、あ間違えた、縫ってる間に、はいやっちまおう。よいしょウィンナーを焼いただけのやつね。ちょウィンナー戻さないでいいんだよ戻さないで。さてやばい、テイクアウトがなくなった、ついに少々お待ちを。どうなってんのみんな、落ち着いて。あこれこっちどうせだからこれをテイクアウト用に提供して、少々お待ちを、あんたちょっと待ってくれっつってんだよね。うわーこりゃ大変、よいしょネズミを提供しよう。よいしょネズミを焼いて、
あれあれあれ、やべ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 、ウィンナーをやべ、ウィンナー忘れてた。わあやべ、これ大変。急げ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 、マジ。トマトをひき肉に混ぜて、はい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 、でネズミを取りに行って、わかってる。はい、布取って、はいはい、オーブンにぶち込め。そしてミートボールをゲットだ。服を作って、よいしょ。お、いいペース、なかなかいいペースですね。それから、それから、それから、にゃんこ撫でとくか、とりあえず。はい、布が来たので。すっげー忙しい。あ、最後のお客さんじゃん。焦んなくてよかった。やれやれ、ヒヤヒヤしたね。ジン様様だね。ジンがなかったらお客さんのストレス相当やばかったと思う。じゃあ今のうちに余裕を見せながら、テイクアウトの待ってるお客さんはいないので、よいしょ、仕込みをしておきましょうかね。完璧、完璧なシフト。服はやった。お、できてるできてる。この謎の植物もね、いっぱい育てたいよね。トマトすごい余裕あるから、まずはこの謎の植物。君はどんな植物。あー、パックフラワー、何これ。人にマッチを与えれば、ん？なんだよ。いい注文。すごいね。悪評は広まっておりません。悲しい人でも笑顔にしてくれる時がある。例えば、階段から突き落とす時とか、相談相手になってくれてんの？この人。殺人のジョークよく聞くだろ？笑いすぎて死にそうだよ。男はデートの相手に言う。動物関係の仕事をしてるんだ。素敵ね。動物を大事にする人は好きよ。どこで働いてるの？肉食、食肉処理者だよ。めっちゃ、あれだね。ブリティッシュジョークってやつか。ダーティーな笑い。よし、じゃあ、ちょっと、処理を、下処理をするので、後ほどお会いしましょう。はい、準備完了しました。何をロック解除しようかな。ステーキいっちゃうと結構やばそうだよね。どうしよう。めっちゃ悩むね。悩むなー。だが、ステーキかな。ステーキ、シャキン。ステーキのスピード、上がるやつも上げよう。あとロックは解除されない。他にもあるけどな。一気になんかいろいろやるとやばそうじゃない。10、10、10、30か。やっちゃうか。シャキン、シャキン、シャキーン。ロック全部解除か。お、来た。あー、なるほど。スピードアップがここにあるわけだ。オッケー、お金貯めたらやりましょう。レシピアンロック解除。すごっ。覚えよう。ひき肉と卵で、なんだろう、すげえ美味しそう。ひき肉ステーキウィンナーで3点セット、ステーキを焼いただけ、ステーキ、じゃがいも、玉ねぎで、なんだこれ肉じゃが？肉じゃがに見えるね。ステーキ、トマト、玉ねぎで、なんだろう、わからん。わからんけど、すっげえ美味しそう。とりあえず。なんだろうね、ラタトゥイユかな。じゃがいもとステーキでしょ？で、卵、小麦、ステーキで、唐揚げかな？めっちゃうまそう。人肉でさえなければマジ最高なんだろうな。一挙にやりすぎたかも。じゃがポ、違う、じゃがいも、トマト、肉で、これなんだろうな。すさまじい量だな。ベーコンエッグ的なやつがある。じゃがいもとウィンナーめっちゃ合うだろうね。小麦と、はいはい。これはオッケー。一挙にやりすぎたー。多分これ崩壊するんじゃないこの店。作るところは、あ、ここか。オッケー。
じゃあちょっと今のうちに、絶対足りなくなるよねこれね。服が売れてる。あ、違う。どうすればいいんだ。いいのか。肥料与えればいいのか。オッケー。オッケー。少々お待ちよ。注文なんだ。何が来る。うわ、二人。ウインナーステーキトマト。ウインナーステーキトマト。ちょ、何してんの。ウインナーステーキトマトとひき肉卵。オッケー。卵は2個しかない。これお客さん待たせちゃいそうだね。OK、 2個をどんどん送り込もう。服のことどうでもよくなってきたわ。これマジマジでまずい。よし、掃除掃除。服が残らなくてもそんなの関係ねえ。わあ、間違えた。戻しておこう。ちょ、手を開けてステーキを作らないといけないよね。うわ、店内食やばい。いい、すごいすごいことになってきた。服作っといて。はいはいはい。やべ、ステーキ作ってる暇あるか。バカか。ちょ、もういいもういい。やいや、まずすぎる。これはやばい。悪評広まっちゃうよ。うわ、ステーキこんな時間かかるんだね。これはよくない。すげえよくない。じゃあ縫ってる間にやらせていただこう。はい、早く。足遅いな、あなた。はいはいはい。またひき肉卵か。了解。ちょ、ん、なんだ、ん、ん、ん、なんだ、ん、違う、ん、わった動けん。とりあえず。やっべ、やっべ。そっか、あいつ、ジンを提供したか。はい。急げー。すごっ。鬼のような忙しさ。あ、違う。卵。卵と、ひき肉？はい。ひき肉。ステーキを焼いただけのやつ。あぶねえ、ステーキ作っといてよかった。違う、何をやってる。その無駄な作業マジでやめてくれ。服を作りに行きますよ。はい、ステーキを焼いてくれ。クリックする場所間違えただけでこんなことになんの。テイクアウトがゼロになっちゃった。マジ、少々お待ちを。マジかよ。はい。すげえ。じゃあこれをテイクアウト用に出しておきましょう。うわー、マジか。うわ、ちょっとネズミ焼いとく？ステーキ。はいはい、ステーキ。はいはいはい。服を作って、送ってネズミを焼いて、お、ウインナーステーキトマトだ。はいはいはい、できた。はい、ウインナーステーキトマトって豪勢だね。めっちゃ単価の高そうなご飯ですね。よいしょ、卵ゼロになっちった。これ間に合うのか。テイクアウトがそもそも、送り込め。よし、玉ねぎが取れた。にゃんこな、ん、ん、ん、はい、来た来た来た。ウインナーステーキ卵、トマト、ん、トマト。よし、余裕。大丈夫。で、にゃんこ撫でて、あとは、あー、なるほど、玉ねぎ。オッケー、玉ねぎ回収。店内食が来てないから、オッケーオッケー。服は来てない。最後のお客さんか。焦んなくてよかった。
あっという間に死体食い尽くしちゃうね。死体が全然足りない。もっと服買いに来てほしい。寸法測りに来てほしい。いろんな人が。うわ足りねえ。圧倒的に肥料が足りない。あ、卵もか。卵もできた？卵確認しづらいね。最後の一人、オッケー。なんとかなった。ステーキ多めで作りたいね。このタイムロスはやばい。マジでやばい。ふぅ、疲れた。これは疲れた。はぁ、ピーター。おはよう、ヒルドレッド。何を持ってるの？古い絵本です。市場に持って行って売ろうと思って、どの道字を読めないので、あなたみたいな若いお兄さんが読めないの？こっちおいで、それ渡して、何か読んであげるから。悲しいよね。なんか、教育にまだ力が入れられない時代の国とはいえ、売りたければ売っていいわ。どれどれ。いい想定の本ですね。昔々、あるところに二人の兄弟が両親と一緒に幸せに暮らしていました。しかし家族にはお金がなく、父親は兄弟を林に見捨てることにしました。ひどいじゃないか！兄弟は怯え、飢えていました。やがて二人は森の中の小さな家にたどり着きました。驚いたことに家全体がマジパンでできていたのです。マジパンなの？そうして二人は家をむさぼるように食べました。マジパンの家なんてとっても美味しそうだね。マジ美味しそうだね。急に家から魔女が出てきました。魔女は激怒していました。魔女は、よくも私の家をむしゃむしゃ食べたねと言いました。魔女は一緒にして子供たちを捕らえ監禁し、子供たちを食べると決めました。やめてください。ヒルドレッド夫人。このお話なんだか怖いですよ。かわいい。どの道最後まで読めなさそう。最後のページに水がついたみたい。言葉が読めないわ。あれ、残念だな。売っ払っちゃいなさい。読む練習をして書き方を学んだら自分で話の結末を書けるじゃない。ポジティブ。どうかな。そうですね、わかりました。ありがとうヒルドレッド。ヒルドレッドといるといつも楽しいです。とりあえず市場に行ってこの本をいい値段で買ってもらえないか見てみて、いい値段がつかなければ取っておくことにします。さよなら。じゃあね。なんかこのやりとりほんわかするね。ふう、しかし大変な一日だ。死体が足りねえ。全然足りない。マジで肥料と普通に食料用に回しちゃうと全然足りないよね。1日6体ぐらい欲しいよね。マジ足りない。はい、まあとりあえず今回はこの辺にしておきましょう。ピーターとの物語も気になるよね、この先ね。というわけで面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。次回もお楽しみに。アリベデルチ。